名古屋大学は愛知県名古屋市蓄作不老町一に本部を置く日本の国立大学である。1939年に設置された大学の略称は明大文部科学省が実施しているスーパーグローバル大学事業のトップ型指定校である。2018年3月20日には指定国立大学法人に指定された。名古屋大学は 1939年に創設された名古屋帝国大学を直接の母体とする国立大学である。前身の名古屋帝国大学は9番目に設立され、内地、外地を通じて最後の帝国大学であった。名古屋帝国大学創設当初は医学部と理工学部の2学部を設置し、1942年には理工学部を理学部と工学部に分離した。 第二次世界大戦後の旧制学生残期館内に、法系学部と文学部の2学部を設置した。新生名古屋大学となった後も教育学部、農学部、情報文化学部等の学部や、大学院研究科及び付属研究教育施設を順次設置し続け、2018年時点、旧学部、13研究科、3府地研究所を要している。 大学の略称大学の略称は、明大であり、明大と発音する。この、明大という略称は、商標登録もされている。明治大学の略称である明大と発音が同じであるため、一部では、名大や名古大と発音する人もいるが、商標登録第486万1457号の参考情報として付随している証拠が、明大であることから、 公式には、明大が正しい。なお、明治大学の方は、東海地方周辺では、明治、または、明治大、または、明治大学と呼ばれ、区別されている。創立、はじめもと名古屋大学の正式な創立年は、直接の母体である、名古屋帝国大学が設置された1939年で、ある。2009年には、名古屋県仮病院、 カリー学校が設置された1871年を名古屋大学の始め始めとすることが創立70周年記念行事委員会において検討され、現在では創立とは別の概念として始め始めという言葉が用いられている。そのため2019年は創立80周年、2021年は始め元150周年として位置づけられる。 はじめもとという概念は、北海道大学や山口大学、筑波大学など、他の教育機関でも見られるが、その位置づけは、各教育機関ごとに異なるものである。北海道大学は、前身の北海道帝国大学時代から、はじめもとという概念を使用しているが、同大学における、総元は、他大学における、開学や創立と同じ概念である。一方で、 大阪大学のように、はじめ元と創立を分ける例も見受けられる。ノーベル賞関係者に6名のノーベル賞受賞者がいる。そのうち、名古屋大学を主たる研究教育の場として授与された者が3名、名古屋大学より学士号が授与された、卒業生は3名、名古屋大学より博士号が授与され、後年ノーベル賞を受賞した者は5名である。ランキング。 上海世界大学学術ランキングでは2019年は第90位国内第3位である。クワクアレリシモンズ社による QS 世界大学ランキング2020では第115位国内6位である。A 氏、タイムズ、ハイアーエデュケーションによるザ世界大学ランキング2019から2020では第301から350位国内5位である。創立時に 見学の精神などは明確に定められなかったものの2000年に名古屋大学の基本理念の概要を示す名古屋大学学術検証が定められたこの検証において自発性、創造性、先進性、国際性などの重視が示されており勇気ある知識人を育てることが目標に掲げられているなお勇気ある知識人は 国立大学法人名古屋大学によって商標登録されている。現在は自由、発達、真摯を学風、特色としている。名古屋帝国大学ができたばかりの頃は、初代総長が十七条憲法の一節で自身の座うの命であった、行かずためたかを大学全体の基本精神としていた。現在は名古屋大学学術検証を定め、それをもとに、 三つの方針に基づく大学教育の質の向上を公表している。名古屋帝国大学終わり藩主当初取締りであった伊藤圭介、石井隆安ら三名が藩赤法還後の名古屋藩庁に提出した県議書をもとに廃藩治験直後の1871年8月9日、仮病院、仮医学校が開設された。囲碁仮病院、仮医学校は 名古屋県の行政運営上の事情や財政難から、廃復興の繰り返しの後、公立病院、医学講習所という形で存続。その後1903年の専門学校令に基づき、愛知県立医学専門学校となり、1920年には、大学令に基づき大学に昇格し、県立愛知医科大学と改称する。1931年には国へ移管され、 関立名古屋医科大学となった。この関立大学誕生を契機として、同医科大の前身学校時代から、すでに同学校内及び愛知県政財界を中心に展開されていた、定大誘致、設立運動が、結実1939年に、関立名古屋医科大学を吸収させる形で、名古屋帝国大学が創設される。同時に、関立名古屋医科大学は、 名古屋帝国大学医学部へ改祖された。ただし、名古屋帝国大学の創設資金900万円は、地元愛知県が国庫へ全額寄付するという形での設立となった。なお、名古屋帝国大学は、創設時には、文科系学部は存在せず、理工学部と医学部のみの学部編成であった。第二次世界大戦後、 まず帝国大学霊等の旧制度廃止直前の1948年に名古屋大学の下、工業、文の二学部が設置されたことで、文科系理科系の両系統学部群が揃うこととなった。その上で、教育制度改革に伴う高等教育機関の一本化という行政施策に伴って愛知県各地域に散在していた旧制管理学校が、 新生名古屋大学へ包括されて交流する。名古屋高等商業学校は、法系学部経済経営両学科、第8高等学校及び、岡崎高等師範学校は、休業養部、それぞれ設立母体となった。大学院は、名古屋帝国大学各学部に、大学令に基づいた、研究家が置かれた時点からの歴史がある。第二次世界大戦後、 学校教育法に基づき申請大学院制度が発足すると1953年から1955年にかけて理学、工学、法学、経済学、文学、教育学、医学、農学の8研究科が設置される。しかし大学への予算配分や教官配置の基礎は学部内の講座制に置かれていた。1991年に当時の文部省が示した 大学設置基準の対抗化をもとに、大学院の部局化を本格化する。これは事実上の大学院重点化であった。具体的には、独立大学院の設置と教養部配置を前提に、大学院研究科を大学における研究・教育の基軸として再編するという二つの施策を実施している。前者は、百九十一年の国際開発研究科、 1992年人間情報学研究科1995年の多元数理科学研究科1998年の国際言語文化研究科の各研究科設置という形で実現した。また、校舎は教養部を改組の上、前述した人間情報学研究科と情報文化学部を創設、1993年に教養部を 廃止すると、全学一貫教育体制に移行した上で1996年に、理、1997年に、公、1999年に、法、医、生命の学、2000年分、教、経済と、各学問分野において、大学院重点化を完了させることで実現している。2001年に表明された、文部科学省の方針に基づき、2004年に、 国立大学法人名古屋大学が発足し、名古屋大学は同法人が設置する大学となる。また、同年、法科大学院として法学研究科に実務放送要請専攻を設置している。21世紀以降の通信手段の発達に伴い、情報、文化を包括的に捉えるため、2017年、情報文化学部、工学部電気電子、 情報工学科を改組し、情報学部を設置。情報科学研究科を改組し、情報学研究科を設置。文学研究科、国際言語文化研究科などを統合し、人文学研究科を設置した。2018年3月、指定国立大学法人に指定される。シンボルマークシンボルマークは、名古屋ユニバーシティの頭文字、ニューに。 天書体の命題を合成したもので、通称ニューマークである。名古屋大学学賞規定により正式に定められている。1958年に教養部2年の学生によるデザインが学内公募により選定され、それをもとに作成された。スクールカラースクールカラーは小緑である。能力は名古屋大学体育会の機関士の名称にもなっている。 その機関紙によると、脳は、腹痛、永遠を表し、緑は、若さを表すとされている。学生課と名古屋大学には正式な校歌や、大学科は存在しないが、以下に示す歌が存在する。学部研究会科、突起していない専攻は、博士前期課程、博士後期課程である。一部、2016年度以前の情報を含む。 付属機関医学部付属病院付属図書館。付属図書館は、中央館、医学部分館、34の部局図書室がある。創造書数は、約327万冊。年間利用者は、中央館のみで、延べ約68万6千人。貸し出し冊数は、約16万冊である。名古屋大学博物館2000年4月。 日本の大学が設置する5番目の総合大学博物館として、東山キャンパスの古川記念館内に開館された。名古屋大学所蔵の学術標本、資料、並びに大学における研究成果のフィードバック、資源化、社会関連を総合的にかつ国際的に行うことを目的としている。名古屋大学出版会財団法人名古屋大学出版会は、 正確には、付属機関ではなく、独立採算性を取る独立した機関であるが、明大東山キャンパス大学広報プラザ内に事務所があることや、理事長は明大教授であり、名古屋大学はじめ中部地区大学関係者の書籍を発行することを目的としているため、本説にまとめた。主に学術書や大学の講義で使う教科書などを出している。 21世紀 COE プログラム以下の14件のプロジェクトが採択された。グローバル COE プログラム以下の7件のプロジェクトが採択されている。大学祭は明大祭と呼ばれ、1960年から毎年6月の第1木曜日から次の日曜日にかけての4日間開催される。また、近年は周期にも秋川祭りと呼ばれるやや小規模なイベントも、 行われている一般的には、大学祭は周期に行われることが多いが、明大祭は、その第1回開催時に、伊勢湾台風の影響で延期となり、翌年の6月に第1回が行われたため、その後も6月に行われることとなった。当時の名古屋大学は、多くのキャンパスが市内や周辺地域に分散していた、タコア大学だったため、 大学全体としての学生の結束が弱いとされた。しかしキャンパスが東山地区に統合されるとともに安保闘争や伊勢湾台風復興を契機に学生運動が高揚すると大学再開催への機運が高まり1960年に第1回明大祭の開催を見た。しかし各学部の学生団体がそれぞれ企画を催すなどのバラつきも見られた。現在では 共用部を除く、各学部の団体が統合された、明大祭本部実行委員会と呼ばれる団体が6月の、明大祭を主催し、共用部の団体の名残である、明大祭1.2年生実行委員会が、周期の秋川祭りを主催している。特に明大祭は、多くの研究室、部活、サークルの成果の発表の場として、また、全学学生の団結力を示す場として、 位置づけられている。来場者は毎年約5万人程度であり、その規模は東海地方で最大を誇る。またバリアフリーとゴミの再資源化に早くから取り組んでいる。2008年に開催された第49回、明大祭の模擬展において、大規模な食中毒が発生した。翌年の第50回明大祭においては原因調査と再発防止体制確率のため、 飲食物を取り扱う企画の自粛対応がなされたが、第51回からは体制が整ったとして飲食物を取り扱う企画が再開された。スポーツ1956年に名古屋大学体育会が結成され、1961年に大学公認を受けている。同会に所属する部の中には、陸上競技部や想定部など QIG 学校や、 第8高等学校からの歴史がある部も存在する。また、全国の旧帝国大学とともに全国7大学、総合体育大会に参加している。また、大阪大学との対抗戦として、名古屋大学、大阪大学対抗競技大会を行っている。1964年からは、毎年11月下旬に、スカハイソー脱駅勉強層大会が開催されている。これは、 名古屋大学教授で陸上部顧問を務めていたスカタロウが1963年に豊田工業高等専門学校の初代校長に就任し、同校のスポーツ振興に力を注いだことに由来する。大学と高専が共催するスポーツ大会は日本国内では珍しい。アメリカンフットボール部の愛称はグランパスである。名古屋グランパス創設以前から歴史があり。 名古屋グランパスの関係者がグランパスの名前を使用する許可を求めて同部を訪れた逸話がある。文化系文化系のクラブ活動も盛んである。特に1984年に設立した名古屋大学クイズ研究会では現役生や OB、OG を問わず同会出身の回答者がテレビのクイズ番組で優秀な成績を残すなど国立大学では トップ級のクイズ研究会である。また、名古屋大学アニメ声優研究連は、中部地方唯一の声優サークルとして、イベントの運営を行っている。旧帝国大学の出身者及び学長、教授、助教授、准教授経験者で構成される団体として、社団法人学士会があり、名古屋大学関係者も多数入会している。上述のように施設が、 東山地区に統合されたのが1950年代であり、そのためキャンパス内に他の旧帝国大学に見られるような戦前に建てられた歴史的建造物はほとんど存在しない。下記の各キャンパスに加えて山岳関連系などを目的として名古屋大学オープンイノベーション拠点を名古屋駅前の JR ゲートタワー内に東京オフィスを三菱ビルジングに持つ。 正門がない東山キャンパス正面入り口付近、東山キャンパス国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成東山キャンパス。東山キャンパスは東西に長い長方形のような形をしており、キャンパスのほぼ中央を南北に貫く行動によって、西地区と東地区に分けられる。そのためかこのキャンパスには、正門が存在しない。 東地区は丘陵となっており、山手グリーンロードと最高点で約30メートルの高低差がある。キャンパスの中心にはグリーンベルトが東西に走っており、西地区のグリーンベルトには中央図書館、東地区のグリーンベルトには豊田講堂がある。西地区の南側が文系地区となっており、西地区の北側は工学研究科を中心とした理系地区及び 名古屋大学教育学部附属学校となっている。東地区は、理系地区及び野球場、サッカー圏陸上競技場、テニスコートなどのスポーツ施設などとなっている。また、大学を東西に貫くグリーンベルトは、若宮台2の延長線上にある。名古屋市の都市計画では、若宮台2の東端を、名古屋大学東山キャンパスへ接続するという。 想定が存在していたことが影響していたのではないかという説がある。上区画東山キャンパスは地図上では名古屋市畜作にある複数の町区画にまたがっているが郵便物を早く確実に届けるために郵便の宛先は名古屋市畜作不老町に統一され校内各所に学内住所番号を割り振っている。不老町以外にも 東山キャンパス内に完全に含まれるため郵便の宛先とする箇所が存在しなくなった町がいくつかある。また、現在の地区作と昭和区の区会は大学のキャンパスに沿って引かれているが、この線引きのために区をまたいで分断され、両区にまたがって存在する町名もある。地下鉄キャンパスの真下に名古屋市営地下鉄名城線が通過しており、キャンパス内に名古屋大学駅がある。 地下鉄の建設工事に伴い、精密測定機器の精度を守るために一部施設が東山キャンパス外に移転するなどした。また、東山キャンパス内を東西に通る地下鉄の新線の構想があるが、新線自体について2009年に建設の凍結が提言されている。フォレストフォレストは、東山キャンパス北東部の理系中華食堂、理系カフェテリアを全面改築、 回収して作られた、明大正教運営の福利構成施設の総称。理系専門書店のブックスフロンテ、カフェのカフェフロンテ、食堂のダイニングフォレストから構成される。フォレストというネーミングは、一般公募の結果、明大正教事務員の案が採用された。フォレストは、フォーイートスタディートークという意味が込められている。 理系中華食堂は2005年夏に取り壊され、新たにフロンテが建てられた。この建物はこれまでの盛況の常用金のみを利用して建設された。2006年5月に今まで理系書を取り扱ってきた北部書籍が移転する形で、ブックスフロンテ、そして建物内で隣接するカフェフロンテがオープンした。ブックスフロンテは2006年5月時点、日本の大学盛況では、 最大の書籍を陳列している理系専門書店である。カフェにはパソコンを利用できるスペースがあり、名古屋大学無線ネットワーク実証実験を利用してインターネットへ接続することも可能となっている。理系カフェテリアは2006年の夏季長期休暇中を中心に改修され、ダイニングフォレストとして10月2日にオープンした。鶴舞キャンパス、鶴舞キャンパスは 小区鶴舞町と蓄作区、花田町にまたがっており、東山キャンパスの8分の1程度の広さを持つ。北部には研究棟や図書館の医学部分館などがあり、南部には付属病院の病棟や診療棟などがある。また、キャンパスの東側には名古屋工業大学、南側には名古屋市公会堂などがある。鶴舞公園が隣接しており、北側は 若宮大2に面している。なお、鶴舞キャンパスにはローソンが3店舗存在する。広行キャンパス、広行キャンパスは、東区大幸い南にあり、鶴舞キャンパスの半分強の広さを持つ。北部には、保健学科本館、南館、別館、中心部には広行医療センター、南部には運動場などがある。また、 キャンパスの東には、愛知教育大学付属名古屋小学校、愛知教育大学付属名古屋中学校、南西には、名古屋ドームがある。豊川キャンパス、東山キャンパスには、大学生協の運営する、北部食堂、南部食堂、フレンドリー南部、ダイニングフォレストレストラン花の木、カフェフロンテアイビーカフェと、外部業者の運営する、ユニバーサルクラブなどがある。 このうち工学部エリアに位置する北部食堂は定食を扱う、北部食堂、ラーメン類を扱う、麺コーナー、うどんや蕎麦、丼物を扱う、湯から丼からなる。さらに2010年、中央図書館2階にスターバックスがオープンした。鶴舞キャンパスには医学部食堂が、広行キャンパスには広行食堂があり、いずれも名古屋大学消費生活協同組合の運営である。 東山キャンパスには、北部勾配、南部勾配、南部書籍、パンダガヤ、プランゾ、ブックスフロンテ、理系ショップ、ラボショップがある。鶴舞キャンパスには、医学部勾配、医学部書籍が、広きキャンパスには、広き勾配書籍があり、いずれも名古屋大学消費生活協同組合の運営である。ファミリーマート、 名古屋大学店東山キャンパスに2006年7月24日開店したファミリーマート名古屋大学店は日本初となるコンビニエンスストアと国立大学の産学連携の試みの一環として設置された。店内では通常のコンビニエンスストアとしての機能を持つほか研究発表用のマルチスタディールームが設けられている。 2012年1月5日には、校内2号店となる、ファミリーマート、名古屋大学 IB 観点も開店した。学術研究、産学館連携推進本部を設けて、企業や地方自治体との産学館連携や、大学発ベンチャー企業の支援に取り組んでいる。ウェブ新聞文献命題に関するカテゴリー、勇気ある知識人に関するカテゴリー、ありがとうございます。